はい、みーちゃんです。今日は九州限定のカップラーメンを集めてきました。なんかね、九州限定のラーメンを紹介してほしいっていうことで、今回はちょっと集めてきました。まだね、まだあると思うんですけど、まあ一番王道の九州限定のラーメンを紹介していきたいと思います。まずじゃん。鹿児島県のラーメンと、久留米ラーメン。そして、これも王道。この高菜ラーメン。で、熊本のラーメン。定番の博多、長浜ラーメン。で、焼き豚。これも結構定番の、もう誰でも味知ってるような感じになっております。これをね、全部食べてみて、味の感想とか、まあ、おすすめとかを言っていきたいと思います。まずどれ食べようかな。じゃあ、この定番の博多長浜ラーメンから食べていきたいと思います。さあ開けてみよう。さっき長浜ラーメンは食べに行ったことあるけど、カップラーメンで食べるのは初かもしれない。で、中身がこの粉末スープとこの調味料になってます。こんな感じで、お湯入れていきます。違うね、次にスープを入れて、で入れていきます。お湯、でこれちょっと早い、2分になってる。じゃあ2分待ちたいと思います。そろそろ2分経ったので食べていきたいと思います。もう匂いはね、豚骨。まあ、そらそうよね。で、この油も入れていきまーす。これだね。これ。長浜。長浜ラーメン自体は、まあ、あっさり豚骨みたいな感じなんですけど、これはどうだろう。いただきまーす。やけど、そんなに強くない。まあ、どっちかって言ったら、ちょっと、焼き豚ラーメンに近いかもしれない。で、細麺で、食べやすい感じのあっさり豚骨になってます。ただ、見ての通りね、まあ、ラーメンと、お姉ちゃん以外は何も入ってないみたいな感じで。あ、でも一度は九州に来たら味わってほしいです。じゃあお次はじゃーん、これもね美味しい高菜ラーメン作っていきたいと思います。なんか、まあ、九州以外のところはちょっとわからないけど、でも九州、まあ、福岡とか、まあ、こっち方面、久留米とか佐賀とかは、あの、ラーメン食べ行った時は、絶対、高菜とかが無料で、取り放題になってるんですよね。だけど、豚骨と高菜は超合うんですよ、やっぱり。で、中身はこんな感じ。で、ここに、高菜と、油と、粉末スープが入ってますので、これも先に高菜を入れておきます。だからちょっと人気があるんですよね。やっぱ豚骨と高菜のこの組み合わせが最高なので。で、入れていきまーす。で、お湯も入れまーす。そしたらこれで3分間待ちたいと思いまーす。
3分経ったので開けていきます。あ、またちょっとさっきとは違って高菜の香りと豚骨といい感じにマッチしてる感じで、これに調味料入れていきます。これだね、これ。いただきます。高菜ラーメン。よりはちょっと濃厚な感じではあるけど、これも意外にちょっとあっさりな感じで、もう高菜が絡んでるのでめっちゃ合う、美味しい。でさらにコーンも入ってるし、で高菜が入ったことによって少しね、若干ちょっとピリッてする感じなので、これはどっちかってお子さん向けより、まあ、大人の方が食べるものかな、好むかな、大人の方が好むね、これ絶対。うん、やっぱりね、豚骨高菜は合う。プラスちょっとピリ辛な感じのお味でした。次はね、どうしようかな。じゃあ次はじゃん、熊本のこのラーメンを食べていきたいと思います。ね、結構ね有名でね、熊本はなんかこう 黒いちょっとラー油がちょっと主流な感じではあるんですけど、で中身はこんな感じで粉末スープとマー油って書いてある、ちょっと多分黒いの油なんでしょうね。これを入れていきまーす。あ、待ってこれを入れてから、入れていきます。で、これ、あ、もうね、お湯入れるだけでね、ちょっとなんか焦げてる感じ、焦げてる、ニンニクじゃないね、焦げてる感じの匂いがする。で、これで3分また待ちたいと思います。はい、3分経ったので開けていきます。あ、これだけやったらね、もうさっきと変わらない、なんかシンプルな感じになってますけど、この油が黒いんよね、多分。ほら、黒。これが黒いんだ。じゃあちょっと混ぜていきまーす。あ、これの油でこう混ぜたら真っ黒になってくる。あ、なんか焦げた感じの匂いがする。これが熊本のラーメンね。こんな感じ。いただきまーす。うん、あ、さっきと全然、さっきの2つと全然また変わる。やっぱ焦がしている感じ、豚骨だけど、あ、濃厚かも、ちょっと。あ、やっぱ福岡とかと全然違う。また豚骨は豚骨やけど味が濃ゆい。あ、すいません、ニンニク入ってないけど、焦がしたラー油でめっちゃ美味しい。これになんかさらに刻みネギとか入れたらまた違いそう、美味しい。さあ次はもう結構有名な、誰でも知ってるこの豚骨ラーメンからいこうかな。この中では一番ちょっと王道かもしれない。一家に一台、一台じゃない、一家に一つあるぐらい結構もう皆さんが大好きな感じで、で入ってるのが油とこの紅生姜と豚骨ラーメンのこのスープと焼き豚入れていきます。やっぱさ、さっき言ったけど豚骨ラーメンに高菜も合うけど、この紅生姜もまた合うよね。だけどもう食べ行った時はもう高菜と紅生姜はもう無料で入れれる感じになってます。
いて、これも焼き豚も、焼き豚も一緒に入れます。そしたらお湯を注いでいきます。で、また3分待ちたいと思います。もうそろそろ3分経ったので開けていきます。で、ここで油とこの紅生姜も入れようかな、せっかくなので。この紅生姜も入れていきます。で、ちょっと混ぜていきます。焼き豚がめっちゃこうちょっとちぎれそうなぐらい薄いけど、これがまた美味しい。比べてみたら一番この豚骨がしっかりしてる。これね、じゃこれマジで美味しい。もう定番中の定番で、このね、この焼き豚もめっちゃ美味しいじゃん。でね、結構味が濃い感じで、しっかりめの豚骨、さらに紅生姜入れたんで、ちょっと紅生姜の風味も少しします。これも一回は買ってみてください。じゃあ次はあと2つ。じゃあくるみラーメン、一時クルメラーメンにハマった時期があって、で、まあちょっとね、福岡市内とかとちょっと味が違うっちゃけど、まあ豚骨は豚骨やけど、で、一時ね、クルメに行ってなんかラーメンを食べに行った時期はありましたね。で、今回ちょっとほら変わってる感じ、かやくとスープとこの油と後入れガーリックで、じゃあ火薬入れていきます。結構ね、クルメはね、ニンニクが効いてるところがちょっと多かった気がする。でもみーちゃんニンニク好きなんで、ちょっと濃いめのニンニク風味が好んでいったりしてました。はい、じゃあクルメラーメンも3分待ちたいと思います。そろそろ3分経ったので開けていきます。あ、匂いがまたまた豚骨。じゃあ油入れていきます。で、3分って書いてあるけどさ、みんな3分待てる方？みーちゃんはちょっとせっかちなんで、ちょっと3分待たずにちょっと開けてしまう、ちょっと固めで食べてしまう、こんな感じ。すごい、ニンニクが、ニンニクがすごいな。初めてじゃない？さっき今まで食べたラーメンの中で結構パンチが効くニンニク。じゃあいただきます。これね、やっぱり福岡、まあクルメがちょっとね違う、ラーメンがちょっとね、味がちょっとね違って、なんだろう、豚骨やけど豚骨って感じでもなく、でも濃厚でちょっとニンニク、でもみーちゃんからしたら一番好きかもしれない。ニンニク濃いめで、で、豚骨も濃厚で、
なんかさらっと食べれる感じ。あ、おいしい。これうまいわ。で、最後はじゃーん、鹿児島。開けます。やっぱさ、なんか鹿児島ってインパクト強いイメージだけど、なんかもうパッケージからしてインパクトがドーンって強いよね。なんかそして焦がしネギ、これ初めて食べる、初めて食べるけど今回挑戦してみます。まあこんな感じ、中身は入れていきます。で、スープを入れていきます。あ、匂いがもう、うん、熊本とかこう似てる感じ、ちょっと焦げてる感じの匂いがします。じゃあ3分待ちたいと思います。はい、立ったので開けてみます。うん、匂いはやっぱり焦がしニンニクじゃなかったな、やった焦がしネギか、そう、焦げてる感じの匂いはする。で、あ、そうね、調味料もニンニクとかは入ってない。じゃあ最後なので思いっきりいただいてみます。うん、うん、香ばしい。もうさっきのともう全然違う。もう豚骨は豚骨けど、まあ、結構こんな感じで、こんな感じなんやけど、なんかちょっと濃厚な濃ゆめな感じの味と思ったら、結構あっさり、あっさりしてます。うん、なんかどっちかって言ったらミルキーっぽいクリーミーな感じかな。なんかクリーミーな豚骨にちょっと焦がしネギを追加してる感じ。うん、おいしい。はい、まあ、今日作った中、まあ、6つで、どれも全部美味しかったので、まあ、ネットとかでも多分買えると思うし、九州とかに来た時はぜひ食べてみられてください。はい、みーちゃんの説明伝わりましたかね。はい、最後まで動画見てくれてありがとうございます。それじゃあね、またね、バイバーイ。